VIP 版を残して今回は終了。3ステージを同一編成でいくぜ。ブラックホールの制限と、1ページだけで対応できるように並べました。使えなくなるキャラが多くなるか、これが正解なんだな。制限を見る限りこれ以外ないと思います。本命まで露払いといきましょう。今回は2倍速でお送りさせていただきます。メタルカバがいるためハリケーンを採用。おお、結構数が出てくるな。ジュラシッターでもいいんじゃないかと思ったが、コストと攻撃頻度を考えるとこっちだもんな。倒せなかった場合、自動で蜂の巣にします。まだそのくらいできるほど弱いんだな。追加のハリケーンと同時にルミナリア。南湖軍団の中ではずっとなピクシーです。あの分子配列を見る限り、H2O、水のように思えるんだが、でもすでに水の妖精はいますので、それに水分子だとしても、実はとんでもないことができるので要注意。まあ正確には教えられないよな。水は応用が複物質ですが、分子図が並んでるだけでその強さが伺えます。色は薄紫の混じった白。何かで見た記憶がないとも言えるんだが、まずは終わらせましょう。粗悪ですがお宝ゲット。次はアンドロメダだな。制限は変わらないのでこのままスタート。一角くんは厄介ですが、1ページはコストに優れた編成にしてるので、ああ、お金持ちが向こうからやってきました。ちょっと危なかった気がしなくもないだな。お嬢に頑張ってもらいルミナリアを出します。一角くんが到着するまで自動で攻撃だな。準備は整いました。でも壁と自動を出します。いつでも出せる金額は準備できてるからな。隠れてますが原子の妖精はお嬢の隣にいます。当然これで終わるわけではないんだろうな。お城を攻撃。大方の予想通りのバルカンとその他大勢です。地上が前列に並んだがいいのか。南湖軍団最強の鉄砲玉はすぐに数を増やします。呪ってるのでスターエイリワンのワークは発生しません。イノバルカン倒しちまったよ。伝説の力で無力化して、ご自慢の地蔵軍団で終わらせます。これレベル50になったらどうなるんだ。ものすごく強くなります。最高のお宝ありがとう。制限が厳しいですが猫キュベイがいます。編成は変えませんが何が使えなくなるか確認。この編成で渋滞制限はややきつめか。そこをなんとかしてみせます。様子見ができるなら5の先を取ります。先手必勝に向いてない持ちキャラだもんな。殺意のワンコが来るならいつも通り引っ付けてやります。働き猫のレベル一気に上げたな。他に来たとしても足の速いキャラは限られてるので、白ガルでカンストにします。おあつらえ向きにスターペンがやってきたな。デハマビーてもらってルミナリアを使います。白ガルがワープで下がったな。これで戦闘が入れ替わったのでスターペンを妨害できます。しょっちゅうワークさせられてるんだが、ダメージはそんなに受けてないので大丈夫。ニャンコ軍団の鉄砲玉を準備して、メタルワンコが出てきたらこれで対処します。決戦モブが面倒な気がするんだが、バリアを破壊したら白ガルで攻撃、お嬢も合流したので攻撃し放題です。接近されてるメタルワンコに殺意のワンコ、射程の関係でどっちも自動に同時攻撃されるな。クリティカルを組む余裕がない場合、敵の強さ倍率次第ではこの方法は有効。ルミナリア1体やられたぜ。敵の空いた分はすぐに埋めていきます。気のせいかメタルワンコがちょっとしぶとくないか。クリティカル以外どんな攻撃も1にしちゃいますからね。さすが最高のステルス性能。バリアを破るのが難しいです。ステルス性能とバリアは関係ないからな。さあ邪魔者は倒したので、極秘事項は秘密裏に処理します。なんて悲しいこと言うんだよお前。見つかってはいけないものが見つかるのは、上層部の本意ではありません。彼らの首が飛ばないように世間に知られる前に片付けます。でも真相はいずれ明らかになるんだぜ。攻略成功を宝ごっつあん。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はいよいよビッグバン。そこで宇宙編は一旦終了だな。